顔がなんかすごい<笑>あのな、その話聞かれすぎてうんざりだ。すぐ読むやつ。あ、そうなんですか。全然聞こえなかったんですいません。いやでも、みんな男はみんな泣くんですね。嬉しいっすよ、なんかあれはいや、その、いけありがとう、超美味しいっすね。お前も後で食べろ。はい、いや、マジでうまい、ほらこれ醤油かけた、うまい、醤油かけました。あ、これ醤油かけた。あ、ありがとう。お父さん、はい、いいです。肉の俺はね、親父さん、そこが原点だなと、ずっと見たかった。原点？ミクルは、良くも悪くも、パザコンなんですよ。え？パザコンなんですよ。パザコンじゃないですよ。あのね、ミクルは、お父さんの存在があるから、親父さんのその、多分、よくわかんない厳しい謎の押さえつけが、本当に嫌だったんだろう。ああ、それはあります。それが嫌で嫌で。で、プラス、どんだけ男の子としてどんどん強くなっていっても、心のどっかで男としてこいつは俺を認めてくれてないんじゃないかって分かんないけど、子供、俺はそれがあった。そこはなんかないっすね。あ、そっか俺の読みだそうだそういうのが、ミクルはもう僕も早く自由になりたいっていう親父に対してのそれはありますね。強烈な結構縛りが強かったなと思いますね、やっぱり。なんかその、自分の思い通りにさせようみたいな。ウリさんが、ウリさんが持ってきてくれたお肉は来ました。あ、そういうことだって。違う違うよ。ウリさんが持ってきてくれた肉です。あ、カットで、ごめんなさい。ここの、あー、すごい。うわ、肉いただきます。来たね。俺もバーベキューしてました。まさに。だから俺は勝手にミクルは親父さんにも親父さんの存在っていうか、親父さんに無理くり嫌なことさせられてきたことが、もう早くそこから解放されたくて、で一人前の男として早くそれを認められたくて、親父に引導を渡すつもりで急速に成り上がってんじゃないかな、原点はって思ってたんだけど、ちょっと違ったよ。その自由を求めてたのは多分合ってるんですよね。ただ認めてもらいたいとかはまるでないですね。ああ、そうですか。うん、今はやっぱ親父を超えたっていうのはある。超えた？超えたっていうのはどういうことですか？なんか男として。男として。よくわかんないですね。なんか比較対象じゃないっていうか。お父さんでしかない。はい。親って感じ。親ってなんですね。男としてなんか見てないです。親父さんとコラボはしない。絶対しないです。結構まあ、ほぼ縁切ったみたいな感じなんで。あ、そうなんだ。はい、俺一番聞いちゃいけないとこ聞いちゃってるじゃん。そう喧嘩別れしてるんで。あ、でもなんかお父さんがツイッターで、はいはい、たまには帰ってこいよって言ってこの間帰ってたの知ってますか？いや、知らないです。お前のそういうツイッターブロックしてる。一応電車バトとして伝えさせていただきます。ミクルがな、こんなに嫌がってるの。お前のそのな、聞き悪くなっちゃってる。お前余計なこと言う。まあでもいつかまた会うかもしれないですね。絶対会う。うん、会うと思う。会った時にお父さんだって照れくさいだろうし、はい、お父さんがなんかいろいろ昔はごめんねって言ってきたら、ミクルも今日なんだよみたいになるだろうし、見たいね、その瞬間を。見たいですね。見たいな。まあもうやめよ、この話は。マジでうまいっすよ。あれっすか、お父さんがちょっと厳しかったみたいなあったんですか？あの歌の歌詞は全部本当の厳しいっていうかね、俺は言うたうちの親父一緒に過ごしたことが全然なくて、ちょっとこれお皿
チキンうまいね。チキンマジうまいです。牛タンいただきます。いただきます。うん、うまい。これうまいわ。味付けが食べよう。はい、後でいただきます。カメラマンさんは映れないですね。そうそう、OK です。あ、これね。うちもさ、うちの親父と俺その一緒に過ごしてないから、本当に数回なのかな。ただすごい有名な暴走族の総長みたいな人だったから、もうどこ行っても、あ、まるまるさんの息子さんだとか、何を頑張って不良っぽいことしても、あ、何よりさんだろうとか、おやじさんが有名だからみたいな、自分、子供の時ってやっぱ自分も少しは評価されたいのに、何をやったとこで、ああ、何よりさんの息子のせがれかみたいな扱いされるのが、ほんと悔しくて、だからすごい俺はパサポンっていうのは、おやじを超えたい、おやじを超えたいみたいな。あ、ブリータさんだったんですよ。あ、そうそうそう。あの、その人に会いたい寂しいのマザコンとかじゃなくて、その、これなんて言うんだろう、親父って存在が自分の中で大きいっていうパザコンだった。バキで言うところのオーガだった。そうそう、それそれ、そういう人じゃないんだよ、別に。なんか、そのすごい悪だったわけでもないし、厳しい、ただ厳しかっただけで、漁師町特有のその、寡黙な、寡黙ではないんですよ。すごい気になるんだよ、朝倉未来の父との話が。今でこそコロナのあれで人もそんなあれなのかもしれないけど、もうね、あの雪崎もジュエリーとか雪崎に置いてある写真とかって、六本木を出入りする全夜の街のやつらとか、キャバ嬢とかちょっと悪いやつらとか、社長連中とか IT 関係者とかが一日に数回必ず見るの。そこ半端じゃないんだよ。それって大してお金落とさないサラリーマンばっかが100万人ぐらいいるエリアと、毎日何十万何百万使うようなやつらしか行かないようなここのエリアじゃ全然違うから、すっごい金もすごい経済回すような人らが見てんだよ。あれすごいよ、マジで。すごいですね、雪崎さんのアンバサダーだったらびっくりしました。あれはびっくりした。あの、たまたまお寿司屋さんだった。お寿司屋さんだった。拓磨さんもね、はあ、持ってるね。持ってますね。たまたまって、普段目にかあの気にかけてくれてたって思ったけど、日本中が気にかける、もともとね。吉田くんの、あの家族って、あ、兄弟って5人兄弟でしょ。5人兄弟で、全員でかいんですよ。お父さんが189ぐらいなんですよ。188じゃなかった。170くらい変わらないよね。なんか、関係性、まあ両方ともいて、両親いて、別にシングルとかでもないし、ただ厳しすぎたってのはあったかもしれない。厳しかったんですか。どういうふうに母親が生体教育健康所ぐらいな、ちっちゃい頃とかめちゃめちゃいろいろな習わされてたし、そろばんだったり英語だったり習字だったり、全て俺がやりたいって言った記憶はないんですけど、ピアノもなんか習ってたみたいな、3歳ぐらいに。すごいね。で、まあ思春期になってって、まあ、ずっと、まあ、愛がすごいんですよね、とにかく。それにちょっとうんざりしちゃって、やっぱり過剰に愛をかけられすぎちゃった。そうなんですね。まあ今となったら別にそれは嬉しいんですけど。で、吉田君ちょっと遊び行った。一回行ったら、なんか吉田君が多分謹慎になったのが高校の時、今日は帰ってくれって言われて、遊んだ時に遊び来てるんですか。男は何ぞやみたいなのがさ、持ってるでしょ。男は何ぞやっていうのはないっすか。ぶっちゃけ、あ、そう、人としてっていうのはあるよね。人としてじゃん、なんかあるじゃん。なんか自分が自分を見てって感じです、時にどうかっていう。結構客観視してる。そうそう、昔から小さい頃は客観視してる。今のがかっこいいだろ、かっこ悪いだろ。そうそう、これかっこ悪いなってことはあんまやらないです。そうだよね。自分を基準にって言ってるけど、自分を指針にして生きてるけど。聞いた顔が。聞きました。自分を指針に、かっこ悪いことはしないでしょ。僕も絶対しないようにします、これから。あれ、逃げてるところは、まあ、うるせえな。黙れ。自分はどうだった、結果的に見て。
格好悪かったです。ティーすげえ。岡くんとこだけ家とか溜まり場になってそうだもんね。そうそうそう、あとはあれはあったんですよ。でもね、僕ら本当趣味は違ったんですよ。あ、そう。昔からこの岡だけな、どうでしょう。なんかバイクとかも大嫌いだし、うん、悪さも嫌いだし、うん、はい、でもなんかずっと一緒にいたんですよ。どういう不良だったの。岡は何だろう、不良っていうか、なんか後輩に対してだけ偉そうな人。え、なんか今日すごくない。え、そういう気今日岡くんスーパーダザイ。ちょっと待って、俺ウリタさんのことめっちゃファンって知ったって言う。そういうことばっかり。岡くんどういう人だったんじゃん。でもバイクとかは乗ったりするのも好きだけど、とにかく自分の運転能力とかに自信ないから後ろがいいみたいな感じですね。5回乗って3回こけたらそうなるな。ちょっと岡くんの顔アップしてる。いや待ってください。岡くんみたいな女の子いるんだよ。本当に。電車とかで見るけど。可愛いですかね。でも岡くんは結構振られるみたいで。あ、そうだね。うん、なんで？多分告白の仕方が下手。逃げるからじゃないですか。しげくれてるじゃん。なんで告白するの。好きです、付き合ってください。好きです。なんか、だから俺が思うにだけど、友達止まりなんじゃないかなって思って。友達で終わっちゃうタイプなんじゃないかな。確かになんか、岡くんってさ、まあ、俺たち友達目線から見ても、うん、女目線に立ったとしても、なんか男の魅力的なのはあんま感じくない。なんかその、いい人だし、めっちゃ連れとしてめっちゃいいんだけど、なんか男の色気がないっていうかさ。だから一番相談されるタイプだもんね。めっちゃされます。ちょっとめめしいとこあるじゃん。おかわりです。なんか精神的な面で変わりほど。めめしいかもね。うん、あ、なんか男の色気がない。ありがとうね。ただ、みんなの分もかも。はい、でしょ。そのサポーターみたいなのは何ですか。サポーターです。隠してます。隠してます。一応なんか。でも案件に。でもなんで入れたのに隠すのかなと思います。ミクルに言われて隠してんだけど。俺言ってないよ。言ったよ。言ってないよね。一応出すのやめて。知らない俺は。いや一応。いや言ってないじゃない。炭は出すのやめてって言ってん。言ってない。出して出して。出したかったら出してる。あのね、俺一点二点されると困るわ。違う。違う、待って顔見てください。じゃあ岡くんが自分で嘘ついてる時の顔です。これが自分で隠してたんですよ。結構。まあ、昔からね。いつも昔から、うん、だから入れずに入れたんだったら別になんで隠してんのって言っただけだよ、これは。まあ、それ隠さない俺をバカにしてんだろ。いや違う、もう隠さない。俺はちゃんと隠してるぞって。いやでも別に隠す必要ないですもんね、うん、何もだって別にやましいことないもん。もうやましいことは特にないです。今の技術で消すとピコレーザーって言って、どうしても全部ケロードになっちゃう。少しは、うん、逆に目立っちゃう。やけどみたいな。手のだからせめて半袖から出てるとこと顔は。タコも全部消すでしょ背中。タコも背中全部消すでしょ。顔。なんかやけどみたいに残っちゃうらしいよちょっと。やけどっていうかなんか日焼けの皮むけみたいな感じですね。皮膚の色が変わる。ピコレーザーね失敗めっちゃ多いよ。それこそ親父が。俺たちあれ何歳だったかな、18か19ぐらいの時かな、なんか血だらけで帰ってきて、なんか家の近くの、あ、ビッグブが血だらけ、いや、親父さんか、うん、家の近くの道を、あの旧社会が 何十台もこう連なって走ってる時に、一人でなんか突っ込んでって、すごいね。で、喧嘩して帰ってきて、っていうことありましたね。だからまだ10年前ぐらいですね。お父さんと話してるときビクルはちょっと嬉しそうでした。嬉しそうじゃないですか。おやさん待ってますよ。でも結構おかしいんですよ、その辺って普通の人やらないじゃないですか。いやでも違うのくらいですよ。強かったと思うよ、まあ、多分強かったら強かったと思いますよ。だって俺の代がめっちゃ強いって言うと遺伝子的に絶対強いよ。カイもそうだから絶対強いわ。本気でやっぱり100万人とか目指したいとか情熱に溢れてたんで。だって最初何もないところで佐々木君とやってたんだよね。そう一番最初。一番最初なんかもう俺正社員として働いてたんで、朝5時起きだったんですよ、あの当時。それでも夜中まで一緒に編集とかしてました。
あ、そっか、堀さんのところの社員って感じだった。そうです、そうです、インストラクターで。堀さん優しい、まあ、めっちゃ優しいですよ。堀さんと撮ったことあります？コラボ。ないない。面白そうですけどね。うん、なんかあった。いや、堀さん好きだよ、声が高いね。ああ、確かに独特ですね。セコンドの時めちゃめちゃ聞こえやすいです、ね。そうだよね、うん、堀さん見てますか？今度ちょチャンネルやりましょうよ。おコラボ。堀さんって弁護士で、うん、口めちゃめちゃ上手いじゃないですか。討論対決してもらいたいですね。あ、ディベート、ディベート対決。堀さんには負けちゃうよ。ペチャリブレだっけ。いや、なんかディベート対決あるじゃん、最近ひろゆきさんとかやってるさ、はい、なんか不倫あり、ありはかなしかとかに分かれて、あ、そういうの、ね、それ2人やったらめちゃめちゃ伸びそうですよ、うん、あ、聞きましたか、堀さん。俺はいつでも受けて立ちます。連絡してこいよ、てっぺ。てっぺ、てっぺ連絡してこいよ。伸びそうですね。年は堀さんとは得意でしょ。堀さん、俺も2コール。あー、堀さん2コール。まあちょっと、うちのカメラマンも体勢きつそうだから、こっちのチャンネルはこの辺にするから、まあ楽しくやってますよ。ちょっと一人ずつコメントを最後取れよ。じゃあ、さくらさん、お願いします。なんか一言ですか。はい、あの、こっちのチャンネルの視聴者のみんな見てるか。あー、そうですね。あ、試合、あの、応援ありがとうございました。また、リベンジするために頑張りますんで、また応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ岡さんよろしくお願いします。はじめまして皆さん、朝倉みくるチャンネルに入ってまだ2ヶ月ですが、これからも頑張るので、栗田さんとも長く親しくしたい。おお、親しくしたい。これカットするから。フルカットで手ずっと。吉田さんお願いします。あ、お久しぶりです、吉田です。いや、今日は栗田さんとバーベキュー初めてできて、めちゃめちゃ楽しかったです。楽しいですけど、まだ終わんないです。終わんないですけど、まあ、ここ動画ではここまでということらしいんで、ちょっと寂しいですが、これからも、コラボお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。あ、ちょ、佐々木君。あ、佐々木さんお願いします。あ、はじめまして。初めましてじゃないですよ。はい、あ、あれ。え、何しよう。脳震盪来てるからね。そうだね、確かに。あんまり負担かけないほうがいいかもしれない。すいません、たくま、なんか一言ちょうだい。あ、オーケーっす。スイカが売れすぎちゃって。おお、すごい。うわ、すごい。あ、スイカっす。おお、来たことですか。あ、ご無沙汰してます。あ、お久しぶりです。これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。何が見えなんだよ、具体的になんだよ、この野郎。